三角駅は、熊本県宇城市三,住町三角裏にある、九州旅客鉄道三角線の駅。三角線の終着駅である。宇都半島線端部にある三角港へ接続する路線として三角線が建設された際に、その終点の駅として開設された。ただし、本来の三角港は、宇都半島の北側にあったが、港周辺の土地が狭かったことから、三角駅は、 宇都半島の南側に建設された。また、建設予定地は埋め立て地であったが、その手前に暫定的に百8 9 9年12月25日に開業し、1903年9月5日に、本来の予定地であった現在地に移転している。駅前に近距離航路の港が開設され駅に近い利便性からやがて本来の三角港との立場が逆転することになった。 三角島原フェリーが1964年に就航すると、これと接続して、長崎熊本別府を結ぶ観光ルートを形成するようになった。その前年から順急火の山が乗り入れるようになり、放飛本線方面へ直通列車が走るようになった。しかしモータリゼーションの影響や、新婚旅行の海外への転移などで、需要は減少し、 1986年11月のダイヤ改正で火の山の三角への乗り入れは終了した。さらに、熊本振興の整備が進んで需要が減少したことから、三角島原フェリーは2006年8月に運行終了となり、島原方面への接続はなくなった。2009年4月1日から本土港との間に天草宝島ラインが就航している。 ホーム構内終着駅であり、駅奥に車止めがある。かつては貨物線が伸びていた。改札付近駅名標端式ホーム一面一線と側線一本を持つ地上駅で毎日二本の列車が夜間開泊する。側線の木回し線は使われていない。JR 九州鉄道営業が駅業務を行う業務委託駅で緑の窓口のほか 自動券売機が設置されている。IC カード乗車券、守護課の利用はできない。かつては、終日駅員が配置されていたが、2017年4月1日より、駅窓口の営業時間が7時40分から19時40分に短縮されたため、営業時間外に発着する列車は、無人駅と同様の乗降扱いとなる。1903年に作られた天井の高い、木造駅舎が残っている。 リニューアル以前の駅舎、展望台駅舎は、観光特急列車、A 列車で移行運行開始に伴いリニューアルされた。駅舎内には観光案内所、コインロッカーがある。1988年より、駅舎の前に展望台が設置されていたが、リニューアルに伴い撤去された。ホームの横に設置されていた、校内踏切は2011年10月1日より、使用停止となり、 柵が設けられ使用できなくなっている。観光特急列車、A 列車で移行こう運転日に限り、A 列車で移行こう、折り返しの間、先に到着した普通列車は、ホーム西側の引き上げ線で一旦待機し、A 列車で移行こう、出発後に改めて入線する形をとっている。2016年からの1日平均乗車人員の推移は、下記の通り、観光特急列車、 A 列車で移行運行日に限り駅車内にて販売される。なお、校内営業は2003年8月限りで廃止となった。それまでは甘草白寿司、ガニス市タイの姿寿司が販売されていた。駅前は三角港で港湾施設が点在している。駅裏及び東側は旧三住町の中心部で住宅や商業施設が混在している。周辺に 以下のバス停があり、九州参考バス、参考バスの路線を利用することができる。臨時観光特急、A 列車で移行の停車駅は、列車記事を参照のこと。ありがとうございます。